公立春日井小牧看護専門学校は名古屋市に隣接する愛知県春日井市にある3年生の看護学科を持つ組合立看護専門学校。多くの卒業生が春日井市民病院や小牧市民病院に看護師として勤務している。春日井市と小牧市の両市が市内にあるそれぞれの市民病院への看護師の確保を目的として共同で設置した。 管理運営のために一部事務組合であるカスガイ、小牧看護専門学校管理組合を組織しており、学校の役職者は管理者がカスガイ市長、副管理者が小牧市長といった具合に、それぞれの市の代表者が半分ずつ兼務している。開校は1989年4月。人間愛を基盤として、人としての尊厳と生命を守り、病苦から人を救い、健康の保持、 増進に寄与し、地域社会に貢献できる、看護の実践者を育成することを理念とする。基本なくして、応用なしの考え方のもとに、看護に必要な基礎的知識、技術、態度を育成し、豊かな人間性と社会のニーズに対応できる、基礎的能力を培うことを目的とする。校長、谷口健二定員1学年40名。ありがとうございます。